こんばんは、小谷さん。こんばんは。諸星さんいらっしゃい。うん。はい、ワード2。飯買ってくるわ。何食おうかな。何食おう。こんばんは、千代さん、こんばんは。PC ダメだね。PC あの USB 挿すところが折れちゃってる。外配信できない。外配信できないよ。いや普通に今起きただけ。バックれちゃった。マンスリー狙ってないよ俺。俺マンスリーなんか狙ってないよ。リスワンね、リスワンもう負け格だったからあれ。あれもう負け格だもんだって。どう考えても。おい、部屋爆発？部屋爆発しないよ。そう、飯買いに行ってくる。ちょ待ってて。いやー、外配信すらできなくなったからね。マジでやべ。
いた今。ただいま。おいっすおいっす。バックれちゃったね。なおいらっしゃい。宮高さんいらっしゃい。みんないらっしゃい。おい、みつさんいらっしゃい。何かあった？リプトンのコーヒーと紅茶とパンかな、サンドイッチともろもろ。サンドイッチともろもろ。まあ風呂入ってないんだよね。本当寝起き。リプトンうま。ありがとうなおなおなおさん。今年一番腹抱えて笑いました。コンドーム姿で戦争よ止まれ。いやだから言ってるじゃん、いつも俺が本気出したら笑いぐらい取れるっていつも言ってるぞ。俺が本気出したら笑いぐらい取れるんだよ。だあえてやってないっていうのを見せつけてやりたかったんだよ。新規リスナーに向けて、ノーアルタカは爪を隠すだっていうことを教えてやった。あえて笑い取らないスタイル。うん。はい、マライオンさんはどつ。いらっしゃい。フォロワー新しく増えた。AMG さん、パツイチさん、コテツさん、リップスさん。ゆきなさん、まいちゃん、ずなさん、ありがとう。振り幅広いよ、俺は。カードをいっぱい持ってると言ってもらいたいね。手札が多い。そうっすね、宮田さん。配信で生活したいっすね。マジで。みんな応援よろしく。YouTube に載ったりたまたま見ました。見てない人絶対方がいい。うん。手札だよ。はい、こんばんは。ファンファールさんいらっしゃい。3杯目ヒカルから来ました。おい、いらっしゃい。モカさん、その顔で買い物行ったよ。買い物行ったよ。俺全然身なりとか気にしないもん。俺だから言ってんじゃん、全裸で歩けるって。別に捕まらないんだったら全裸で歩けるもん。全く気にしないわ。全く気にしない。ただ捕まるからやらないだけだもん。捕まりたくないだけだわ。全裸の方が楽でしょ。うん。
あ、言われない。誰も言わない。売ったらぶん殴るもん。自炊するよ俺。うん。おい富田さんいらっしゃい。うち寝るとき全裸。うん。女は服着ててほしいけど。女は服着ててほしい。え、こんばんは。うつだね。ぶっちゃけで。ぶっちゃけうつ。うん。ちょっと昨日あたりからうつ病が、会社もばっくれちゃったし、わかるよ、わかるよ。ずーっとね、被害妄想で。ずーっと被害妄想。あ、おめでとう、新チョコレートマヨネーズ。おめでとう。よう、ワド、シェレンいらっしゃい。やっぱシェレンね、カタカナの方がいいよ。あの、配信者ね、なんか横文字だと読みづれえもん。シェレンだか、シャレンだか、シュレンだか、わかんなかったの。うん。うつのこと聞かせてって言っても、結構今無理してるから。なんだろう、もうずーっと被害妄想で。アバーがプレゼントありがとう。ずーっと被害妄想で、なんか、なんだろうな。あんまり配信やるべきじゃないんだよね。でも、昨日のこともあったし、配信はとりあえず毎日やんねえとな、みたいな。うん。なんだろうな。被害妄想がすごい強い感じ。まあ人によるんだろうけど、うつの時は睡眠時間が長くなるね。まあ、配信魂っていうかそういうわけじゃないけど、俺には配信しかないから。うん。うん。水飲んだよ今、うん、もっさりつがずっと寝てた。風船ありがとう、ゴンミンさん。ずっと寝てたね。飲んだ？知らん。うん、服は一緒だからね。そうだね。ていうか俺は多分一生うつ病は治んないと思ってる。うん。俺うつ病の自分が好きなんだよね。ちょっと矛盾してるけど、そううつ病の自分がちょっと好きだから、俺は去るものは追わないから。俺は近くにいる人だけを大事にする。去るものは一切追わない。どんなにいい女だろうと、どんなに好きな女だろうと、去るものは絶対に追わない。ヤマハさんいらっしゃい。
俺は近くにいる人だけ愛すから。遠くにいる美人より近くにいるブスを愛すから。躁鬱の自分は嫌いだ。だから薬の副作用ひどくても薬減らさず平常心。なんか幻想を追っかけるの嫌いなんだよ俺。幻想とか叶わないこととか追っかけるの嫌いな。虚像とかあるじゃん。そうじゃなくて、なんか汚くても綺麗でも何でも普通でもピカピカしてなくても近くにある世界を大事にできないやつは俺クズだと思ってるから。その辺に転がってるものの方が実はリアリティがあるんだよ俺にとって。リアリティのないものを追っかけるのがあんま好きじゃない。うん、だから俺にとってなんつうの、浅井ゆき子とかの方がリアリティが強い、ね。うん、浅井ゆき子とかのんたんとかさ、生活保護とかさ、うん、仕事何してるんですか。 A 型作業所、 A 型作業所っすね。世界が歪んで見えてると思うよ。正直ね、世界は歪んで見えてますよ。俺にとってまっすぐ見えてるかもしれないけど、みんなからしたら相当歪んで見えてると思うよ。うん。俺にとってはまっすぐ見てるつもりなんだよ。だからよく言うんだけど、鏡だっていうことをよく言う。俺は、LINE スタンプとか、グッズとか作ってるね。うん。今日の服装セクシー、そうかな。こんばんは、キャラメルマンさん。頑張るって言葉大嫌いですね、僕は。うん。努力と頑張るは大嫌いですね。うん、大嫌いです。北京主任いらっしゃい。幅広い、俺ね、あれだよ、結構ね、なんていうの、知識コレクターみたいなところは、体験コレクターだから、うん、体感主義者だから、実は。こう見えて体感主義者だから、よく仏教の話、ファイトは好きだね。ファイトは好き。戦うって意味のファイトじゃなくて、応援する意味のファイトは好きだね。うん、俺、中島みゆきのファイトすげえ好きだから。俺、意外と体験主義者だから、だから、仏教とかも本で得た知識だろうって言ってるやついっぱいいるけど、実は座禅もやるし、寺にも通ってた時期あるからね。うん。だから、そこがね、結構ね、認識ずれるんだよね。配信ってどうしてもそういうのじゃないな。喋ってるところさ、中島みゆきいいよね。中島みゆきのファイトはマジで名曲だと思う。
頑張れって言われるのも嫌いだね。頑張れって言うのと押し付けだから。うん。頑張ってないと思われてるのが嫌だ。ていうかね、俺にとって努力は当たり前のことだから。当たり前のことをひけらかすやつ嫌いなんだよ。いいよね。ファイトいいよね。当たり前のことを言われんのも嫌だし。努力の形って人によって違うんだよ。ゴールに沿ってるかどうかな。だってさ、よくさ、なんか成功者とか言うけど、金持ってたら成功者じゃないんだよ。成功って人の形の分だけあるんだよ。俺にとっては金掴むことよりも配信、例えば1億円を掴むことよりも、配信で生活する方がハードル高いと思ってんの。うん。そういう感じ。そんな感じなんだよね。そう。俺にとってのゴールと、普通にと、人にとってのゴールは違うんだよ。明確に。俺は楽して暮らしたいの。うん。俺は楽して暮らしたいの。好きなことをやって暮らしたいの。それが俺にとっての最高の幸せなの。だから、人の価値観で頑張れって言われても、お前が頑張れよって、お前のゴールを目指せよって感じかな。うん。うん、で、俺は多様性って言葉が好きなのよ。そう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 。俺は多様性が好きなの。ぐちゃぐちゃしてる世界が好きなの。この歪んだ世界が好きなの。だから、綺麗にしようとしないでって。世界はすごい美しいから。うん。風船ありがとう。そう。俺はカオスの中で生きていきたい。このどうにもならないぐちゃぐちゃな世界が好きなんだよ。ただなるべく正直に生きたいとは思ってるけどね。その、なんだろう。赤裸々にって言った方がいいのかな。正直にっていうか。赤裸々に生きていきたいな。頑張らねえよ。そうだね。飛んでこう。髪型が再発を物語ってる。だってね、俺ね、うつ病のやつとか、悩んでるやつの気持ちわかるもん。だって、世界はぐちゃぐちゃなんだもん。まともに生きてたらぐちゃぐちゃになるよ。こんなぐちゃぐちゃな世界でまともなやつって俺機械に見えるもん。和道さんの世界の名言がたくさんあって勉強になります。いや、勉強なんかしなくていいんだよ。勉強なんかしなくていいんだよ。肌で感じてもらいたいの、もっと。もっと、そんな、言葉とかに振り回されないで、もっと、だからセックスしたりとか、空気を吸ったりとか、泣いたり笑ったり、喜んだり悲しんだりする方が俺は尊いと思ってる。俺はそういう人が好きなの。感情を抑えるのが大人だと思ってないから。それは機械みたいに生きてるだけだから、かっこいいとも思わない。それよりもハートフルに生きてる人の方が好きなんだよね。心で生きてる人が好き。ロボット社会になればなかなかそれができない。浅井さんはそうだよ。だって人前で泣けるんだもん。感動できる人だもん。そう。だから浅井さんに強烈に惹かれるんだよね。
野球とサッカー必死に応援してるいるけど気持ちがわからん。わ、俺大嫌いだよ。うん。頑張れって言ってるやつ、お前より頑張ってるからピッチより、ピッチに立ってんだから。あれは感動を勘違いしてるよね。本当の感動はピッチに立たないとわかんないもん。だから野球選手とかサッカー選手は別に嫌いじゃないんだけど、あれをなんかこう、頑張れって言ってるバカを見るのは嫌いだね。お前より頑張ってるからピッチに立ってんだよって。お前が頑張れよっていう。思わない？お前より頑張ってくからピッチに立ってんだよって。お前より努力してきたからピッチに立ってんだよって。頑張ってない、お前が言っちゃダメだよって思わない？それよりも野球場で管巻いてる親父の方が好きかな。なんだよーとか言って、バッティング打てやーとか言って、管巻いてるやつの方が俺は好き。うん、ダメだなーとか言って。みんな同じ形で感情も何もない世界になると思ってた。違うんだよ。それは違うんだよ。心をね、心で生きないと、心で。はい、技2。心をね、もっと磨いていかないと、俺らは。心って難しいから。心って生きてるからね。でもありがたいことに俺の周りにいる人は感受性豊かで心で生きてる人多いから好きだよ。リスワン3位かな。リスワンは取り損ねたけど神回は作ったからいいかなと思ってる。記録は作れなかったけど記憶には残ったよね。心で生きるのは照れることが多いから、うん。まあ、今月頑張って狙おうよ。いや、配信で食ってくのがね、よっぽど難しいことだってよく分かったよね。痛感したよね。本当に。甘くねえ、マジで。マジで甘くない。3位には何も当たらないの。1円ももらえない。ただ、デイリーランキング30何位になったから、それで50円はもらったけど。50円かよって。昨日の頑張り俺50円だからね。超シビアな世界だよ。近いうちにリスワン取ると思うよ。昨日の配信見てたら思った。ああ、どうだろうね。あの、まあ、とにかく配信の神様は俺に微笑んでなかったね。配信の神様はまだ足りねえって言ってたね。1位は1万円くれる。リスワンは1位に1万円もらえるっていう、そういう仕組みだね。3000くらい欲しい。いや、どうだろうね。俺はとにかくでもみんなと手応えは感じてるんだよ、正直。俺、ふわっち来てよかったなと思って。すげえ手応え感じてるから。ここメインサイトにするのは、メインサイトにしようと思ってる。うん、そうだね。結果は後からついてくるし。俺だけじゃなくてみんなも努力してるわけじゃん。俺以外の配信者。だからそいつが積み重ねたものが勝っただけだから。うん、負けは素直に受け入れていかないとね。そうだね、今日でちょうど1週間だね。マサスさん風船ありがとう。うん、前向いていきましょう。うちは配信できないから仕事するしかない。あ、いいと思うよ。あ、いいと思うよ。全然。みんながみんなやりたいことやるべきだよ。人生一回なんだから。わかんないよ。風花が働いて、俺がその商品手に取るかもしんないんだから。ふわっちは年齢層が高いから和道に合ってるわ。合ってるね、すごい。ご飯今食った。パン食った。仕事してるから
タイミングよく。ワード2、昨日残念だったな。残念だったね。悔しいね、ほんと。悔しいね、ほんと。ワードちゃん、配信を見れる今を幸せに思う。うん。でもね、配信ってね、実は一緒に作ってるんだよ、リスナーさんと。俺だけじゃ作れないから。うん、俺は、なんか一緒に生きるもんだと思ってるから、配信は。本当に。みんなと一緒に作ってるっていう感じがするよ。ただフロントマンに俺がいるだけで、フロントに立ってるだけなんだよ、ただ。だからみんなで撮れなかったのが残念だよな。あんだけ応援してもらってたのに。そこは残念だなと思う。新しいフォロワー増えました。ありがとう。なべさん、ありがとう。よろしくお願いします。ありがとう。俺の夢がどんどん叶っていくよ。少しずつだけど。10万人の人と出会うのは夢の一個だからね。10万分の1夢が叶ったよ。仕事ばっくれちゃったんだよね。いや、遅刻、もう起きた時には寝坊してて、遅刻しますって言って電話入れて、そっからそのまま寝ちゃったんだよね。もう正直もう行きたくねえと思って。大手のリスナーになればなるほどコメントの重みがなくなる気がする、うん、クズだよね本当に。もうやだよ本当に。俺には配信しかないから配信で食ってかなきゃいけないのにさ、配信も結果出していかないと。わかるっしょ。もう本当に思ってるもん。30歳でこんなんなんだから俺には配信しかないんだよ。本当にそう思うもん。俺が唯一輝ける場所配信しかないんだもん。そうだね、明日怒られてくるわ。昨日の実力は戦略ミスだよな、リスは。それはね、ハッチの分析正しいよ。はっきり言って、コンドームマンラストやり続けたら勝ってたよ。うん。コンドームマンやり続けてたら勝ってたよ、俺。多分。多分ね。でもね、結局あれドーピングだから、あれはドーピングだから、そう。もう最後のファンサービスであるわ。最後のファンサービスだから。あれ引っ張り続けてもダメだから。リスワンは取れたかもしんないけど、失うものでかすぎるよ。なんでかっていうと、もうずーっとコンドームマンやってないと、配信が成り立たなくなるぐらいの中毒性あるから。これはまずいと思った。俺の配信なのに受けすぎていると思った。コメントが走りすぎてたかも。だってさ、15分で400人来て、15分で250コメントだよ。ニコ生だったらホワイトアウトしてたの。違う違うと思って。うん、飽きられるかんね。コンドームマンがメインで放送やってたね。仕事して収入あったらやっぱり減るの？生活保護減るよ。減るっていう言い方は俺は語弊があると思ってて、生活保護はあくまで最低の金額を保証する制度だから、だからどちらかっていうと国に返還するっていう風の認識が正しいのね。食えない分を補ってもらうのが生活保護制度だから、その稼いだ分は国に返還して、その足りない分を保護してもらうもんだから。でしょ？だからそれでいいんだよ、それで。A 型作業所は最低時給だから931円。だいたい7万5千円ぐらいだね。配信で15万ぐらい稼ぎたいんだよ。うん。だいたい1週間やって2万8000円かな、ふわっちは。昨日1週間丸々やって残ったポイントが2万8000円だから、まあいけるんじゃねえかと思ってんだよね。本当にみんながアイテム投げてくれるじゃん。
だから面白いと思ったら本当和道の夢叶えるかとか、もう本当お布施感覚でいいから、10円でも20円でもいいから、もうアイテム投げてもらえるとありがたいよ。俺のやりたい幅が広がるから、配信スタイルも大幅に変わると思うもん。応援するぞ、ビビたるもんだけど。いや、コメント打つのも応援だし、見ることも応援だからね。うん、アイテムも応援だし、それぞれにそれぞれの応援の仕方があると思ってる。だから俺は貧乏人は金投げなくていいと思ってるの。風船ありがとう。うん、ただ金持ってる人は投げてもらいたいけどね。お小遣い持ってる人とか、なんか自分のやりたいことで成功してる人とか、うん、それ以外の人は見てくれるだけでいいと思ってる。一緒に頑張ろうみたいな。それぞれに画家になりたいとか、アーティストになりたいとか、ナンバーワンキャバ嬢になりたいとか、いろいろいろんな生き方があるぞ。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。だから一緒になんか豊かになっていきたい。そう、成功じゃなくて豊かになりたい。心が豊かになりたい。ここにいる人たちがみんな幸せになったら、それ以上のものないじゃん。一回だよ、本当に泣いても笑っても一回だから。ランコムさんありがとうございます。本当に一回しかないんだよ、人生って。だから俺はこの人生みんなと一緒に豊かにしたいよ。ションケリさんいらっしゃい。俺もみんなと一緒に生きててよかったなって思いたいし、みんなも、ああ、和道のリスナーでよかったなと思ってもらいたいし。キャラメルさんありがとう、バーガーありがとうございます。ありがとう、バーガー。やりたいことがなくて困ってる。夢がない、夢がないか。やってて楽しいことを見つけるか、夢とか目標じゃなくて、やってて楽しいことを見つけるか、あとはやりたくないことを明確にするか。やりたくないことを超具現化すると、実はやれることっていうか、やりたいことが具現化すると思ってるから。そのコーチングの用語でボトムアップとトップダウンっていうんだけど、トップダウンっていうのはゴールを見つけて自分がそこの目標に走ることをトップダウンっていうの、ね、で、ボトムアップっていうのは今自分が何なのかを見つめるっていうやり方だから、その両方必要だと思うよ。トップダウンとボトムアップ。そうそう、文字って面白いし、言葉って先人の知恵で、夢中になるって夢の中で生きるって書くんだよね。だから夢中になれることを探すべきだよね。うん、嘘つけないものを探すんだよ、自分の中で。自分の気持ちに嘘つけないことを探すんだよ。俺はここだけは譲りたくねえわってもうあるでしょ。そうそうそう、これだけは譲りたくないってもう探すべきだよ。何回も言うけど、人生一回だから。その一回は帰ってこないからね。ユンケルさん、フォローありがとう。ひたすら寝たい。いいと思う。それでいいと思うよ。ただ毎日本当にそうなのかは、本当にそうなのかっていうの。配信でも苦しい時あるんだよ。俺も実は今日苦しいんだよ、結構ダメージ。結構恥をさらしてる行為だから、結構辛いんだよ、今の俺は配信やるの。昨日撮れなかったっていうのを負い目に感じるから、やっぱり。でもやるんだよ。でもやるんだよの根性はすげえ大事だから。そう、時々ね、見失うことあるんだよ。何俺これやってんだろう、なんで俺これやってんだろう。でもやるんだよ、うん、そう、でもやるんだよはね、すごい勇気を与える言葉だよね、うん、やらなきゃ変わらないから。
自分の居場所は自分で作らないと。俺は遊んで暮らすのが夢だわ。みんな世間的にして言わないけど、そんなもんじゃねえの。うん、声に出してこ、声に出してこ。自分から吐く言葉が一番大きく聞こえるようにできてるから。だから自分の言葉に洗脳されるから、人間は。だから成功する人ってハート強いんだよ。自分の言葉を大事にするの。弱音吐いてるやつは絶対うまくいかない。子供と成長を見るのが一番楽しいわ。うん。また来て。うん。フォローしてね。フォローしてくれたかな。ありがとう。新しいフォロワーさん来た。チョンケリさん、ありがとう。落ち目の時もあればね、うまくいく時もあるけど。宮城亮太が言ってたよ。流れは自分で掴むもんだろうがよって。俺スラムダンクで一番好きなのは宮城亮太なんだよね。宮城亮太めっちゃかっこいい。あ、皆さんツイッター300人フォロワー増えました。ありがとうございます。ゆっくりですがツイッターの方も盛り上がってまいりました。ありがとう。ツイッターフォロワー増えました。ありがとう。初見さん、金木くんって読むのかな。金木くんさんいらっしゃい。ありがたいね。宮城亮太かっこいいよね。俺宮城亮太大好きだわ。亮太がね、心折れた回ってないんだよ実は。これね、意外とねみんな知らないんだよ。赤城も桜木も流川も三井も心折れたシーンいっぱい書かれてんだけど。パフェありがとうございます。金木くん、宮城亮太は実は心折れてないんだよ一回も。超かっこいい。それが亮太はどんなピンチの時でもね前のめりだから。亮太が心折れたシーンなくね。亮太めっちゃ強いんだよ意外とね。そういう細かいところ見てないんだよね漫画好きの人とか。俺結構漫画深く読むタイプだから。亮太のねそのね心の強さは実は一番の武器なんだよ。言い訳ギリする子は子供も子もやっぱり信頼度ない。そうだね言い訳はダメでしょ、うん、結果だけはね嘘つかないから。結果は嘘つかないし、あの能力に差はあるんだよ。能力に差はあるけどね、この世の中やっぱ結果なんだよ。でしょ。亮太ってすげえ強いんだよ。しかもね、あのフィジカル的にね一番ね、やっぱ体力的にも能力的にも一番劣ってるの亮太なんだよね。亮太の強いとこ弱点を武器に変えてんだよね。チビこそドリブルの生きる道だろうとかね、なんかそこが好きなんだよね。実はさ、流川も桜木もゴリも赤木も実は天才プレイヤータイプなんだよ。フィジカルに超恵まれてたりとか、あいつら努力を惜しまないけど、あのプレイヤーとして能力がめちゃめちゃね優秀っていうかね、神様にプレゼントされたギフテッドが多いんだよね。でも亮太だけはね、そうね、身長もないのにねバスケを裏切らなかったんだよね。そこはかっこいい。起きてからそのままだねそのまんま。スラムダンク好きだからね。でも最近の若い子スラムダンク全然読んでないらしいよ。スラムダンクの話、スラダン。ていうか俺パフェってアイテム初めてもらったかもしんない。パフェってあるんだね。
今までパフェもらったことなかったわ。乳首見せないっすね。キズナモンジャラさん、こんばんは。今の子は黒子のバスケ。あー、そっか、黒子のバスケか。あの時代にバスケット漫画描こうっていうのが狂ってるよな。若い子に受け悪いのかな。まあでもスラムダンクぶっちゃけた話は面白いの後半戦だからね。最初の方つまんなかったもんな。ぶっちゃけ面白くなかったよね。寝袋のまま、寝癖のまま買い物行ったの。うん。必殺技があるスポーツ漫画は邪道。お、いいこと言うじゃん。いいこと言うじゃん。スラムダンクってタイトルさ、俺、井上武彦って絶対スラムダンクで終わらせたかったと思うの。桜木がバーンって言って終わらせたかったはずなのに、最後、左手は添えるだけで終わったのがいいよね。あのシーン、マジで涙出る。ルカワがさ、一人で突っ走っていってさ、ダーッて走っていって、こう、ってさ、もう阻まれてるわけだ。その時の桜木がさ、45度の角度で左手は添えるだけっつって、もう、なんつうの、ゴールすることしかイメージしてねえじゃん。あれがいいよね。あれを努力って言うんだよね。でも桜木は努力してるつもりないと思うよ。やっぱ。桜木は単純に勝ちたかっただけなんだよね。自分の目指したゴールに走ってたんだよね。ルカは好きなんだ。俺ルカはあんま好きじゃないかな。ルカは好きなんだ。ルカは敵キャラにしてほしかったもん。ルカはと仙道入れ替えてほしかった。仙道欲しい、湘南には。まあでもいい引き立て役だよな、桜木の。努力する天才だからね、ルカは。このトークスラダン知ってる人は面白いぞ。スラダン知らない人はクソつまんねえだろうね。ドアホかっこいいよね。口数少ないからね。でもね、変な話なんだけど、スラムダンクの漫画のタッチ見ると、俺スラムダンク顔なんだよ。あのね、スラムダンクのキャラって二重のキャラいなくて、ここがキリッとね、一重で、ここに影を描くキャラなの。俺だからスラムダンクの井上武彦の絵にしやすい顔だと思うよ。思わない？スラダン顔でしょ？実は。ちょっと寄り目だけど。スラムダンクの井上武彦タッチの顔なんだよ。で、井上武彦見ると顔似てるんだよね、ちょっと。同じ系統の顔なんだよね。切れ長一重。まあ、目はでかくないけど。バガボンドにいそうでしょ？そう。時代劇とか、俺俳優一回やってみたいんだよな。座頭市とか出たいもん。のぞみさんいらっしゃい。俺時代劇とか多分ハマると思うよ。顔的に。だからのぶしとか出てきそうじゃない？残党とか。クワ持って。一回俳優やりたいな。一本でいいから。一本でいいから、セリフ付きでやりたい。俳優。セリフつくとつかないじゃねえ。全然違うんだよ。セリフがつくと初めてテロップに乗るから。
セリフがつくと初めてね、あの俳優として認められる。ハートプレゼントありがとう。今度緑の映画に出してもらおう。恥ずかしくて出れねえわあんな。でも緑さんの映画結構ね、映画の技法を使ってね、あの本当に監督やりたかったの伝わるよ。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。みどりさん本当に映画作りたかったんだよね、多分。ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。あざす。ともきちさん、ともきち矢沢さんいらっしゃい。ノブ氏にプレゼント。盾とかやってみたいもんな。のんた仕事ばっくれちゃった。うん。ツイッター鬼フォロー来た。あれアンチの嫌がらせですね。まずは舞台俳優やったら、俺舞台はやだ、映画俳優やりたい。こっちおいで。いいじゃん。いいよ。いいよ。いいよ。取り勝ってるよ、俺。初見さんいらっしゃい。昨日ごめん、1位取れなかったわ。うん。今日別に綺麗なんだから。大丈夫だよ。え？おいで。わがままか。舞台からやれ。いや、嫌なんだよ、舞台俳優。舞台俳優嫌なんだよ。じゃあこれで。うん。俺の部屋作ってなお、うん、ダメだ、うつ病出てきた。かわいいな。誰だ、俺の女。俺の嫁、彼女、マスクしてるけど可愛いですね。可愛いよ、うん、美人さんだよ。可愛いでしょ、うん、可愛いよ、俺の彼女、うん、うつ病出てきたらどうなるの。ほんとね、結構バッドマインドになるのよ。バッドマインドに小さいね、うん、マスク外したらもっと可愛いよって、うん、顔小さい。それはあれじゃん、カメラのあれじゃん、距離感の問題じゃない。俺風呂入りたいから配信つないでくんね。無理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 、うん、うん、風呂入りたいんだよね。風呂入りたいけど100人近く見てくれてるし、うん、1200人も来てくれてるから。え、寝てたよ。明日あれだよ、多分クソ怒られるわ。明日クソ怒られる。背中に寄り添ってるの可愛すぎるだろう。可愛いよ、俺の嫁さんは、うん、可愛いよ。初見、何の仕事してんの？ A 型作業所って言って、なんて言えばいいんだ、障害者の施設って言った方がいいのかな？施設ではないんだけど。あ、ともさん、ともきちさん、ありがとう、フォロー。フォローありがとうございます。可愛いからやるよ、嫁にな。あ、パフェありがとうございます。うん、初見さんなのにパフェいっぱいくれんの、この人。ありがとうございます。機嫌悪い感じで出勤したら文句言われにくい。わかる
わかる。なんか逆切れみたいな感じで出勤すると、うん、おみたいな感じになるよね。わかる。もうやってらんねえよみたいな。しかもマジやってらんねえわみたいな怒り気味でいくっていうテクニックあるよね。うん。エミちゃんいらっしゃい。彼女かわいいでしょ。うん。そう。俺のパートナー。わかるわ。なんだろうねあれ。風呂入りてえな。ティロフィナーレが2位だよ。ティロってるよ。外配信多くね。あれ来てない。車で来てるよ。車で来てます。彼女体重軽そう。体重何キロなの？40ぐらい。40ぐらい。うん。身長は153の40だって。うん。こんばんは、ニャニャさん。こんばんは。歩くのやってる。ヒカルくんやってるね。ヒカルくんなんでキャスやんないんだろう。キャスの方が人集まるのにね、うんうん、入ってきたらいいのに。出てからまた配信すれば。でもね、一回ね集まったリスナーさん取り戻すの大変なんだよ。うん。で、風花体重結構重たい派なのご飯あんま食べないんだよ彼女。だから俺が今必死にご飯を、美味しいご飯を作って肥やしてるんだけど、うん、いいんだよ。スタイルもすごいいいし。55キロ。ああ結構、結構あれだね。結構あるね。え、でも背が高かったらそんぐらいでも大丈夫。そうなんだよね。女の人って体重分かりづらいよね、うん、男の体重感って結構、男って結構身長っていうか体重である程度わかるぞ、うん、女の人の体重ってほんとわかんない、うんうん、ちっちゃいよ彼女。俺が小さい人好きだからね。体重俺の半分、うん、知らねえわ。ヒカルくん何やってんだろう今。おデブ164あったら55キロ。そんな太ってないでしょ。ちょっとぽっちゃりしてるっていうか。あと普通ぐらいだよね。164って相当、女性にしては身長でかいからね、うんうん、あれ、ヒカルくん新宿にいるっぽくね。これ新宿でしょ。どこだろう。ヒカルくん新宿だよね、多分これ。違うのかな。ヒカルくん新宿っぽいな。うん、いつもいるよね。ね。おお、ありがとうございます。金本さん。金木さんか。金木さん、ありがとう。ヒカルくん狩りに行く。いいよ。俺は俺でやるよ。うん、ずっと起きてたの、うん、もうダメだ。もや、頭のモヤモヤが晴れない。リプトン、うん、おしっこ飲んでると思った。お酒飲んでるぞ。お酒はもうやめたもん。お酒はもう多分一生飲まない。薬飲んでるよ。薬飲んでる。今も食事前に飲んだよ。ミーミーさんフォローありがとうございます。のんたんもお酒飲まないね。ゲコカップルだよ。ゲコカップル。彼女に癒してもらえ。羨ましいわ。ねえ、
いいでしょう。マッサージしたら効くかな。いや、マッサージして。ヒカルくん来月9年ぶり元嫁さんと娘と会う。おー、いいじゃん、いいじゃん。薬何種類？4種類かな。4種類。カードいくつだって。じゃあ52 34歳うん、34。あ、いいんだ、それで。俺の3つ上2つ上2つ上3つ上2ぐらい、うん、年上ですよ。16ぐらいに見える。それは無茶言い過ぎでしょう。それは無茶言い過ぎでしょう、さすがに。パソコン壊れた。 USB の部分が自転車配信してたから引っかかっちゃってグラグラになっちゃったの、ここ。だから外配信できなくなっちゃった。意外とここ一番やられるところだよね。20歳ぐらいかと思った。いや、そんなに若く見えないけど、童顔は童顔だと思うけど、ノエルスタイルだね。34でその可愛さなんだ。可愛いよね、普通に。へえ。彼氏25なんだ。たぶらかしてるね。うにまるさんいらっしゃい。お似合いかな。どうだろう。なんかね、ヒカルくんとリスナー超えたり超えなかったり、ここでなんか、あ、200になった。なんだ、急に増えた。ワド、少し昨日と雰囲気違うな。多分うつ病出てるからだと思う。わかってる。うん。うつ病が出てるからだと思う。テンションがね、下がってるんですよ。同棲はしてないよ、俺。同棲はしてない。うん。やっぱ新宿だ。場所わかった。新宿だわ。てか家から10分ぐらいのところだね。うん、2丁目だって。うん、昨日の和道が無理してる和道だね。そう状態の和道だね。昨日ね、3位だったわ。ダメだった。厳しいね。中ちゃんいらっしゃい。いや、厳しいよ。今日は金梅さんが取るね、リスは。うん、寝起き、ずっと寝てた。会社バックれちゃったんだよね。カルシウムさん、こんばんは。これこれじゃないですよ、彼女です。そうだな、次だね。次、頑張ろう。でもまあね、そんなに遠くないよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけた話、そこまで遠くないと思ってる。なんか今、だって、1週間で300人フォローってよくない？コミ登録300人。はい、うん。そんなに悪くないよね。だからなんか追い風でまたパンパンって2発ぐらいあったら、多分ね、ふわっち上位に食い込めると思う。うん。継続だよ、継続。これからは。
昨日リスワンのレベルがすごい。昨日はだから何さんだっけ、ロハコさんじゃないよ、あくびちゃんいらっしゃい、俺の彼女のんたん。そうだね、チョコマヨさんが1位だったね。チョコマヨさんが1位。キャス大手がリスワン狙ってくると、そうなんだよね、キャスはキャスでやってもらいたいよね。なんかぶっちゃけ男子ふわっちのこと配信サイトとして見てないし、もう金づるとしか思ってないじゃん。小遣い稼ぎに来るだけの人に負けるのはちょっと恥ずかしいよね。俺ふわっち専属でやってるわけだから、うん、ふわっちメインでやってるものとしてはね、ちょっとね悔しい部分あるよ。ちょろっとふわっちやったら金稼げるっていう、悔しか。そう、キャスの片手間感嫌だよね、ちょっとね。片手間でやられてね、ちょろっと金稼がれたら腹立つわ、悔しいわ。マヨさんはふわっち専属だね。マヨさんはふわっち専属。リスワン狙いで組んでる配信者多い。それあるよね。過渡期やからこの波うまく乗り越えた。そうだね。俺マジでチャンスでもあり、今多分ね、俺のね、生なし人生長い目で結構変革期だと思うよ。ようやく低迷期が抜けて、光が差してる状態だから、ここで何やるかでね、だいぶ変わると思う。金梅さんはまあいいんじゃん。ふわっち結構やってるから。しかも今キャス版だから。新やっちょとかさ、あと誰だろう。TJ とか、ふわっち全然やらないじゃん。うん。しゃあないじゃん。魅力ないんだから。お前よりあるわ。延長は自動で。ここに9枚買ってあるからチケット、うん、でも1枚50円なんだよ、延長チケット。そうですね、初見さんいらっしゃい、プーさんありがとう、面白かったらフォローしてください。今ふわっちメインでやってます。ふわふわしてます。うん。帽子取った方がいいよ。やだよ。それ変だよ。やだよ。ネズミ小僧みたいだよ。いいよ、ネズミ小僧で。うん。彼女できたよ。じゃあ鼻マスクでもいいの？薬局でさ、化粧品買ってこようと思ったんだけどさ、もうどこもやってなかった。ドンキホーテ行く？うん。行かない？また明日。俺ご飯食ったよ。明日トーマズ行く。トーマズそこの？うん。俺はご飯パン食った。うん。そっちの方がいいよ。ちょうど。うん、のんたん化粧全然しないもんね、うん、いつもすっぴんだもんね。落とすのがね、めんどくさいんだよね。ねえ、綺麗なんだから隠さない方がいいよね。これこれ、これこれに似てる、うん、あ、フォロー増えた、ありがとう。フォロワー紹介します、新しい人。タイガー K さん、ミーミーさん、フォローありがとう。仕事はクビにならないかな、どうだろう。
怒られると思うけど、多分くっそ怒られると思う。いいよ。俺の方がボサボサだから大丈夫。同い年なんだ。映画撮るのいつ？映画はね、別に人生で年取ってからでも撮れると思ってるから。今金と技術、今目標にしてるのは10万人と出会うことと、あとは配信で飯食ってく系のこと、旅配信とか、そっち系を力入れてる。映画はね、ほんとゆくゆくでいいと思ってる。とりあえず時間と金を手に入れないと映画は作れない。映画って結構金かかるんだよ。金とね、時間がないと作れない。とてもじゃないけど、配信やりながらは無理だね。監督みたいに見える、マジで。うん、でも俺が撮りたい映画インディーズだからな。石野の映画はもう無理だな。石野がいなく、主演がいなくなっちゃったからね。主演石野浩介。どんな映画？ホームレスを題材にした映画作ってたんだけど、オープニング作って終わっちゃったね。知り合ったきっかけ、リスナーさん、彼女はコメント打ってみれば、うん、彼女可愛いでしょ。絶縁はしたつもりないけど連絡はないね。オープニングもう捨てちゃった。 YouTube に公開してたけどもうない。恥ずかしがり屋だね。奥さん何歳？ 34。ショートをたくさん作ってみて、ロングで作りたいんだよね。ショートムービーあんま興味ない。うん、そうなんだよね。ロハコさんは石野のこと食おうと思ってて、あの昔ちょっかい出してたことがあって、石野はゲイだ、あいつはゲイだ、あいつはゲイだってロハコさんのこと言ってて、ロハコさんがリスナーだった頃。そうで、俺はロハコさんゲイじゃなくねとか言ってたんだよ。だからそれがバレるのが嫌だったんだと思うよ。中川くんに似てる？知らねえ。そう、もともと和道リスナーでもあって石野リスナーでもあって、有名コテハンって感じだったんだよ。もともと俺のリスナーさん、ロハコさんは。だから暗黒に出てあんな鮮烈なデビューした時ビビったもん。え、あのロハコみたいな、リスナーのロハコこれみたいな。そっから会うようになったんだよね。文鳥ですね、文鳥。ロハコ天然なんでしょ？超天然だよ。あんな天然な人見たことないよ。ロハコさんは超天然。やばいよ。会ったらわかるよ。全然リスナーさんでも会ってくれるよ。家に招待されるよ。まあちょっかい出されるから気をつけた方がいいけど。タイプだったらチンコしゃぶろうとしてくるから。
チンコサブンの大好きだからな、あの人。どうした？え？今来たばっかりだよ、カノンの。電通ね。いや、マジで男好きだよ。本当ゲイで、こってこてのゲイだよ。うん、こってこてのゲイ。換気する。俺は全然ゲイに偏見はないけど、遺産は入ってないんじゃないかな。破棄したって言ってたね。200億の遺産破棄したって言ってた、うん、マンション1棟くれるはずだったんだけど私にはマンション1棟プレゼントしようと思うので、それで不労所得を手に入れてくださいって言ってた、うん、老後さんは遺産どうだったのって言った、 あれを破棄しました、手続きがめんどくさかったので、僕には必要ないと判断しました。すいませんね、和道さん。そっか、つって。うん。もったいないな。200億の遺産破棄するとかね。やっぱ、ロハコさんかっけえわ。やっぱ、ちげえわ。もったいないよね。俺だったら絶対もらう、も絶対もらうけどね。新宿にですね、2000台ぐらい駐車場を持ってるので、僕はその不労所得で十分ですって言って、新宿に2000台止まる駐車場ないんだけどタイムズ全部、タイムズ全部、いやもう1個の敷地で広大な敷地があるって言ったら、はい、2階建てですね。すげえ、やっぱロハコさんパーねえわ。オーガード下の奥にあるってやつ。地下施設。徳川埋蔵金みたいな話だからな。でも入院したんだって心臓で、ね、うん、昨日退院したけど。ロハコさん配信やってる最近？カメラって逆転するから分かりづらいんだよね。配信やってないね最近、ロハコさん。彼女かわいいよ。うらやましいでしょ。ちょっとティロフィナーレリスナーの方がたまに傷だけどね。でもすごいじゃん、ティロフィナーレ香川ひかるくん和道って、これ全部追っかけてるやつじゃん。あ、本当だね。あと誰追っかけてんの？あと、ウキョチ。ウキョチって女？うん、うん、面白い。ゲームしてる人。うん、ウキョチ見たことないわ、うん、面白い。うん、うん、コメントとかね。おう、面白い。ティロとヒカルくんならどっち？俺は知ってるけど。うん、ティロさん。うん、
香川島だ。香川だって。どこ行くんだろうね。なんだろうね、うん、なんか最近外配信ばっかりやってるよ、うん、ヒカルくんの方がイケメンだよね。あ、でも会ったことないから。ヒカルくん、うん、イケメンだよ。腕ぶムッキムキだよ、うん、かっこいいよ。カガも腹ブヨブヨだうん、知ってる、金梅さんに寝てるだけ。金梅は寝てるだけかな。寝てるだけで900人とかすごいよね。多分寝てるだけじゃない。寝てる寝配信、寝配信で900人じゃん。すげえな。寝配信で900人か。カワさん今痩せてるよ。ダイエット成功したよ。痩せたり太ったりするよね、あの人。あ、でもまあ顔だけ痩せてる感じじゃないかな。うん。腹は残ってるだろう。多分俺と同じぐらいじゃん、体重。もっと太ってる。いや、絶対ない。あ、そう。背でかいの？あ、俺会ったことあるわ、そういえば。75ぐらい。うん、ちょっとでかいぐらいだよね、俺の。うん。会ったことあるの？あるよ。のりゆきさんと、うん、新八丁と野田ゾーリとディロフィラの会座談会やってたの分かる、新宿で。うん、あそこにコンドームかぶって乗り込んだ。うん。コンドームマンで乗り込んだ。うん、香川さんが呼んであげなよってかわいそうじゃんって言ってくれたよ、うん、ああ、みんなティロンとか言っちゃったみんなティロってんのか、うん、みんなティロって言っちゃったで多分90キロぐらいだと思うよ。あ、そう、うん、おー、どうなったの。どうもなんないよ、別に。どうもなんないよ。座談会にちょろっと座っただけ、うん、リア凸しただけ、うん、風船10個プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日エセアカやってないの。やってない今日。あれだ、先月後半頑張ってたから、昨日も、うん、ちょっと休みなんじゃ。うん、うん、エセアカ閲覧少ないよね、意外と。あんまなんか最近顔出ししてない。ああ、確かに確かに、うん、エセアカ閲覧少ない、うん、まあ一部の囲いがいるんだろうね、うん、うんの子、彼女、彼女男じゃないよ女だよ。ほら、髪の毛短いから男の子ってやりにくいか。髪の毛短い方が好きなんだもん。ショートカットの方が好き。男に見える。ショート似合う人は美人。生ポ仲間じゃないじゃない。彼女生ポじゃないよ。あ、映ってた。うん。
どこいんだ、ホテル入ったのか。ずっとビール飲んでるよね。ずっと酔っ払ってんだよね、ヒカル君。大丈夫かな。いや大丈夫だろうね。トラさんいらっしゃい。本名消されたよ。いちいち可愛くて和道さんじゃなくて彼女に目が行きます。女ですが、うん、生主やればいいのにね。ウケそうだよ。結構突拍子もないことやるから。この前ツイキャスで自殺配信したもんね。飛び降り自殺配信したもんね。死んでないから、うん、自殺未遂。うん、のんたんは彼女と一緒に住むの。住めるといいね。そうだね、一緒にいた方がいいよ、のんたんは。お前は俺のそばいた方がいい。俺風呂入りたいから繋いでよ。え、無理無理無理。いや、ぼーっとしてるだけでいいから。あ、ぼーっとしてます。ここ開くから、ここに何、ここ開くからこっから入れてればよかった。風呂入ってくる。うん、一人にしないで。二人に子供、子供はできない。一回切ります。うん、5クリックするとランキングとか見れるから、うん、ここね、うん、頼んだら。映ってない、映ってない。うん、何人とか出てくるの。何人。35人。 15?ロヘルです。ハロー、ハロー、ハロハロー、ハロハロー。ふわふわしてます。どうしてこうか。はい、ありがとうございます。はじめましての人、こんばんは。うん、ありがとうございます。すいません、皆さん。ヨンちゃん、加藤のいない時に悪いことしちゃえ。悪いことしちゃう。あ、ちょっとうつ病入ってます。あ、ギリギリ、あ、やばい、あ、やばい、やばい、やばい。スライムの横か、なんか隙間から。今カラコン入ってないです。もうガチすっぴんです。ここか、ここ危ない、ここ危ない、危ないゾーン、ここ危ない。うん、パソコンが
あ、今は大丈夫ですけど、たまに鬱になります。もう閉まったかな？大丈夫か？もう大丈夫だ。閉まった。あ、もう大丈夫。そうですね、純日本人ですと思います。ニルバーナのプロセス読んでこいよ。ワドのムカつくとこ？ワドさんのムカつくとこですか？いや、あの消したのはネタじゃないです。消したのはネタじゃないです。うん。女パンダちゃんまん。発作的に消しました。うなちゃんが、和田さんが浮気したら八つ咲きです。あ、マチルダさんこんばんは。うん、発作的に、あ、発作的にこれも消すことも、うん、あ、無事でよかった。プルントさんはこんばんは。浮気してないと思います。これかわいい、ありがとうございます。そう、キャスの配信はもうおまわりさんがいっぱい来てちょっと大変なことになりました。警察署に連れて行かれて、香川さん見てないかな。香川さん見てる？安定剤は飲んでます。バゾーさんがメロメロだって言ってましたがよくわかりました。彼女さんもメロメロですか？はい、メロメロです。もじゃラモンジャラさん、あ、自分が警察に連れて行かれました。保護されました。そうですね、醤油飲んだ後ちょっと、あ、ハチさんハンバーガーありがとうございます。あ、ハチさんありがとうございます。チロとワドを同時に告白してきたらどっちを選ぶ？それはやっぱワドさんです。あ、バーガーありがとうございます。
8歳今、和藤さんはお風呂に入ってます。あ、ちょっと、あ、風邪はひかなかったです。なんか雨の日に、ビルの屋上に登って、ちょっと、まあいろいろありまして、で、屋上の柵を越えて、うろうろしていたら、下に、警察がいっぱい来てちょっと大変なことになりました。どうなってんだ。あ、動いた動いた。あ、こっちの方が。あ、強制入院はなかったです。よかったです。ちょっと家族の人がお迎えに来ました。これはちょっと。あ、和藤さんのコンドームマンを見ましたよ。のえこ高いとこ結構好きです。あ、でもなんかなんだろう、不法侵入とかになっちゃうんで、なんか、人ん家のビルは登っちゃいけないって言ってました。付き合って1ヶ月ちょっとぐらいだと思います。あ、今度麻雀やりましょう。どこのビールならいいんですかね。許可を取ればいいんじゃないでしょうか。赤さんこんばんは。はい、そうです、よろしくお願いします。あ、こんばんは。アメイさんかな。どうのあれに似てるね。あれなんだっけ、あれあれあれ。こんばんは、よろしくお願いします。飛び降りするから登っていいですかそうですね、景色を見たいから登っていいですかとかがいい。和道さんのどこが一番好きですか。顔です。赤さんくん、赤さんですね。はい。木下
ゆうかちゃんに似ている。ちょっとでも木下ゆうかちゃんは分かんないです。電信柱とかならいいかな。あ、今度じゃあその石原さとみさんのドラマに出てるその人もちょっと見てみたいと思います。あ、完全しちゃいますね。あ、大食いなんだ。大食いの子、木下ゆうかちゃん。この前誰かに、あ、ぶち切れましたね。お前のターンだよっていうやつ。本田翼？本田翼、本田翼はあんまりわかんない。木下ゆきなっていう人かな、わかんないですね。今度調べてみます。たまにぶち切れるのはちょっと昔ニコニコ生放送で喧嘩突とかしてたんで、あ、じゃあ喧嘩なんだろう、突みたいなのが流行ってたので、なんかそういうのを見てた影響で結構なんか、いや、ニコ生主ではないです。あのニコ生の、リスナーでした。あ、和藤さんは今お風呂に入ってます。お前のターン。そうですね、長い、丁寧に洗ってるんだと思います。こんなのに出された女とか一生の恥さらし。まあ、別に今はいろんな人が出てると思うんでいいと思います。スライムキングはたくみさん。あ、じゃあこっちの足のボーボー生えてるのはレイクチさんにしましょう。ルカさんですかね。34です。お風呂、メロンさん今お風呂寝入りに上がってますね。好きなおかず、好きなおかずは餃子です。昔、和道さんに薬飲まされたって怒ってた人？いや、薬は飲まされたことないですね。だ、ちょっと今日すっぴんなんで、いろいろなんか隠したいんです。あ、危ない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 、見える見えちゃう見えちゃう、危ない危ない。
見ちゃ見ちゃ。お風呂から出てきた。タオル巻いた？うん、巻いてるな。78です。今日ダメですよ。スライム落としたらバナっちゃいますからね。あ、戻ってきました。エミさん、こんばんは。これ隙間からちょろちょろっと。フェレット可愛いですよね。フェレット飼ってたんですよ、ずっと。え？死んじゃった？違う。こんばんは。うちのフェレットは10年生きてましたね。頑張りました、結構。そうですね、のりこさんはふわっちやらないんですか？あんまり配信をするより見てる方が面白いんで、配信はやらないと思います。港でのりこさんは40代とか言われてますけど、あ、巷ですね。どうですか？いや、最初は設定が47歳設定だったんですけど、ちょっと設定が崩壊してし、救急車呼ばれた時に設定が崩壊してしまったので、そうですね、10年は結構長生きだと、長生きの方だと思いますね。死んじゃった時は火葬車を呼んで、火葬してもらって、ちゃんと供養しました。何？深夜っちょが好きだと、ちょい失礼します。戻ってくるんで、え？なんかわかんないこと言ってる。深夜っちょが、キスだと、お？深夜っちょがやってるのかな？え、もっと若く見えますか？ありがとうございます。多分光の加減だと思います。あ、もうここ大丈夫です。深夜中はどこでやってるんだろう。キャスでやってるんですかね。いないだけど、キャスかな。和道さんが前科者と分かってて付き合っているんですか？まあ、いろいろお話は聞いています。
深夜町、深夜町はあんま面白い、いや面白いですね、深夜町ね、面白いね、面白い、はいはい、キャスにはいないですね。あ、キャスにはいないんだ。どこ行っちゃったんだろう。こうやって。あ、これなんだ。マイク。あ、マイク取っと。若干かそった。はい、ワドツ、どこ隠したの。ワドさん、昨日すげえすいません、また DM していいですか。うん、でもあれだぞ、別に構わないけど、あれで終わりじゃね、特に話進まなくねえか。昨日の件だったら78人いれば十分、まあまあいい数字だね。うん、よし、新しいフォロワーさん紹介します。X パイロットコードさん、ミスター X タイガー K ミーさん、ありがとうございます、フォロー。まあ、素人にしてはなかなかの維持率だね。なかなかやるぞ。リナのライブは違くない？うん、違うでしょ。こんなかさんないでしょ、深夜中だったら。ああ、風呂入ってさっぱりした。ワド、風呂入ったならシャツ着替えろ。着替えろ、いい。いや、服ねえんだよ、今。これでいい。インナーとか全部着替えた。お、ハンバーガー4つも入ってるじゃん。やったやった。あと1000ポイントで課金できる。3万ポイントからなんだって、給料。やったぜ。花火2発上がったらもう、3万円の給料ゲットだ。配信業での。イナコマイク使ってる人いたね。嘘。3万円、今2万9千円だね。いくらぐらいかな、今月。ヒスのお気に入りです。ヒスっていうの、何ヒスって。ヒステリックってブランドなの。ヒステリックグラマー。あー、聞いたことある、うん、ヒステリックグラマーって何系のファッションだっけ。なんかサイズがなんか小さめっていうか細めにできてるから、うん、着やすいんだ。正直に申告するから。だってあれだよ、俺前科者つうかさ、執行猶予中だから、詐欺罪、同じ詐欺罪でパクられたら終わりだもん。うん、見た見た。
天城府に交換しても申請せなあかんのか。俺は申請してるけど、本当は申請義務ない。ヒーセさんいらっしゃい。あれ、ヒーセさんってあれだね。ラッパーのヒーセさんかな。資本主義は詐欺みたいなもんじゃないの。そこにね、気づく人は結構年いってる人だよ。資本主義のからくり自体説明しようか。資本主義とは何なのか。やる？はい。資本主義講座、和戸上明の。いい質問ですね。いい質問ですね。一回30分経つからチケットもったいないから切ります。お疲れ様。資本主義について語ります。お疲れ。一旦切ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。